で。はい、こんにちは。あ、はい、ありがとうございます。前回の動画でですね、三日月蹴りを教えていただいたんですけれども、はい、ちょっと今回はですね、あのパンチ、突きですか、はい、空手の突きというか、あの僕パンチで蹴をした時がなくて、はい、あ、そうです。どういうふうに鍛錬すればというか、打ち方というか、はい、相手効かせれるのかっていうのをちょっと今日もしお聞きできればと思ったんですけども、あ、よろしくお願いします。単純に、インパクトの魅力を上げるとかからでもいいですか。お願いします。はい、パンチ打つときに、一番最初はあの足腰の力をしっかり拳に伝えるって練習で、手を伸ばさないパンチを練習するんですよ、最初。完全にこう固定しちゃって、その上半身に固定しちゃって、下半身の力を伝えるって練習で、足をもう、深く踏ん張ってもらって、もう本当この足をこうひねって、この力でパンチを打つ。はい、大丈夫ですかね。もうすでに、はい、ちょっとだけ全力で踏ん張っていただいてよろしいですか。これ、今日はこういう力使ってないんで、これだけで打ってるんで、連打ができるんですよ。連打来るってことですね。そうですね、はい、お願いします。あ、うざい、やばい。この力だけで最初、これを一切使わずに、これだけでパンチ力を生んだみたいなことをするために、まず最初こういう練習で威力が出るかとか、で、この時に足切って体がこっち引く力をしっかり伝えるっていう感覚の練習を落とし込んでもらって、で、これできるようになったら、ここから打ったりとか、それに足を踏み出したり、体重移動したりとか、ここ伸ばし方をすれば、威力も上がるんで、あと、これができると、ここでも関係なくパンチ力だったりするっていう。じゃあもうこれ使わないので、はい、この距離でも同じここの力で打つので、ちょっといいですか、はい、というのが、距離関係なく出せるんですね。なんかこの距離でも別に威力が出るよっていう、はい、同じ威力が出る。で、あとは、当然こっちから打てば威力があるんで、はい、こう踏み込んで体重移動して、ちょっとだけ打つじゃん。はい。はい、単純に2曲上がるんで、はい、ベースとしてこれと、はい、そこ力が逃げない方ムーンとかの練習をしたりします。なるほど。ちょっとじゃあいいですか、ね、すいません。でも総合でこう組みついた時とかの近い距離でのとか効きそうですけどね。結構これやばいっす、はい、最初はもう、はい、ガッて軽く膝曲げて固定していただいて、で拳握り軽く、これ強く握る必要ないし、軽くしておいてください。でこの角度だけこう決めてしまって、はい、この力でここをひねる力を足から生み出してもらって、その力だけでつきます。ここをグッと固めるとかも、もうこの角度を、要はこういう力は一切使わないためにこうしておくだけです。あ、できたら頭に振っていきたいと思いますか。そのだけまず言えば上がるので、はい、できたらすいません、じゃあ僕後ろからフォローするんで、はいはい、ちょっとまず普通にさっき叩いてもらっていいですか。あ、じゃあ同じように何回か、はい、ポンポン、で、今、はい、こっちの引く力をこちらにプラスするようにちょっとフォローさせていただいたんですけど、はい、これの時にこっちを出そうっていうこっちばっかり意識しちゃうと、あ、こっち半身の力しか乗らないので、はい、この時に今ちょっ とここが出るようにこいつを引いたんですけど、はい、そうするとこっちに触る量が増えるので、多分威力が途中で上がってきてると思うので、こんな感じで僕が後ろから振り回すとですね、正中線にするとここを中心に回しちゃうと、はい、後ろに捨ててるのが変わらなくなっちゃうので、一応ここですね、前の股関節中心にこいつを引くというか、例えばですね、ここを僕が固定しとくんで、ここを引こうとすると、はい、体こっち前に落ちますね。そんな感覚で引くんですけど、はい、後ろに引くんではなく、引く力でこいつが前に行くようなつもりで体を回転させます。
集中になってます。なるほど。そうすると、あの単純に威力が上がっていますで、それがあの、はい、分かってこれば、もうあのここからで全然できるんで、さっきここのぐらいの距離が必要だったんですけど、これの筋力使ってないので、うん、ここからでもまあ同じように使えば威力が出せるんで、これやるんですよ。なるほど。これがベースになりますね。あのパンチの威力を出す。ここもしっかり引いて。そうですね。あのなるべく引くんだけど前に拳を、ここに運ぶために同全身を使うかみたいな感じなので、あの結構こっち側でこういう、はい、これだと結局重さも全部こっからこっちだけなんで、はい、こっちに全部残っちゃってるので、はい、ここに、引く力と前にこう体が運ばれる力を合わせるっていう威力を出す。できたら一応入った方がいいです。で、まあ、自分とかっていうのは、これ自分の石川先生と一緒だったんですけど、あ、はい、あの打つときに、ここに、こう、これがこう動くんですけど、あ、このときに、こっちの方が当たったときに、簡単に言うと、こうなってるんです。そうすると、あのここに全部入ってもらってるんで、これのときに、当たった瞬間に、こうなってます。あ、そうす。で、イメージとしては、もう、ここに、極端に言うとですね、ここに飛んでってる感じなんですよ。これで、うん、これで体当たりする感じなんですけど、フルコンとかってやっぱ、一撃の威力がないと、はあ、まあ、顔のパンチがないので、威力をどうしても上げざるを得ないんで、その時とかは、完全に体重がここに乗ってて、こう、パンチするというよりは、ここに体重がこう、乗ると、かかる力が増えるんで、ただただ手を出すとかでも、ここに、ここにポンと体重が乗るようにとか、これ、パンチ、そういうのですけど、からこうしずに、体重をしっかりかけれるって練習とかするときとかはもうこっからこんだけとかで、はい、これはもっと体重がちゃんとここに乗るかなって練習とかで、こっからこういう練習をしたりとか、ではこれでこのままこんな感じでこんだけでっていうのがすごい重いですね。こっちだとこっちですよね。そう左の場合だとこっち左の場合も一緒ですね。もうちょっといいですか。はい、左の場合とかもうここからこうやって、これまでですけど、こんな感じでもこれ使わずに体重移動ができるってことです。はい、そうですね。引きながら乗る。はい、当たってからなんで、ここがついちゃダメというか、なんていうんですかね、ついて固めるんですよ。ああ、そうすんで足音が基本的にしないというか。体重が。体重を乗っけるってことですか。そうですね、基本とかは、例えば、まあ、顔面これ危ないのでここで顔面でも大丈夫です。ここにこうこれのここを乗せれれば、別にこのぐらいの接近戦でもいけてるので、まあ近づいて、まあ、こういう状況からこういけば十分の威力出るかな。ここら辺から押す。まず、足の重心こっち抵抗したともったいないので、ここに全部行くような感じになります。
あそこに対応が出てる。あなんで、はい、ちょっとなんかすみません、はい、ここに体重のかかる打ち方さえできれば多分接近するのも近くないこういう体だったりするちょっと接近戦でもそこぐらいの威力があるのかなっていうのは体重が重ければ重いほど強くなるんですそうですね単純にここに乗せれる体重は増えるので破壊力は僕よりあると思いますパンチ力が弱いって言われてるああ、もう本当体重で体当たりできるようになると体重あれば腕だけで打っちゃってるああ、もったいないですねそれだけの体があるみたいなこれ、はい、連動をアップさせる補強として、はい、パンチを打つ以外のなんかトレーニングってあるんですか一応自分とか、はい、ウェイトもやるんですけど基本的に高重量一切やらないんです瞬発力で全部動かすっていうのはなので最大重量の30から多くても50とかぐらいの重量で50回ぐらいはパン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 って最大重量ってことですね。だから自分現役の頃って60キロぐらいまでのウェイトしか使ってなかったんですよ。はい、で、それをスピードつけてこの降りる反動でパンパンしてあげるやつを50本連続みたいな感じで。スクワットとかも。そういう感じ僕スクワットも、全然重量ってなくて自重とかジャンプばっかりでしたねスクワットのやり方でその、こう上げるやり方とかってあるんですかスクワットも多分普通のジャンプと普通のスクワットしかやってなかったですそれはどういう意味というかで やられてたんですかあともうそこはもう完全に、下半身の強化と あとは、まあ、ダッシュの時とかは特にやってたのが、ターンダッシュでやるときとかは、この最初のバーンっていう駆け出しをなるべく早くで、もう走っていって、こうターンのここ早く、ここ早くっていう、そのターンの3歩ぐらいを超重要視して、なるべくその練習とかも爆発力、瞬発的な爆発力を上げるようなトレーニングばっかりを意識してる。それはあれですよね、力んでガッガじゃなくて、脱力から。あ、そうです、脱力からです。必ず0から100っていうのはかなり意識してた。上半身鍛えるときは、このそうですね、そればっかりですよ。すげえ勉強になった。50秒って意味ないですか？いや、ないことはないと思います。あの最大をアップさせる分には使えるので、はいうん、ただ、50秒ばっかりやってると、はい、ちょっとその神経系がそっちにやっちゃうと、リスクがあるかなって。パンっていう力が出なくなるってことですよね。うん、基本的にやっぱ回数やった分だけそこの神経系って発達するので、そっちに系統していっちゃうと、はい、瞬発系の神経系よりもそっちが優位になっちゃうと、ちょっと困るかなっていう。めちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。すげえ。今日はちょっと月について勉強しました。はい。いや、ものすごいプラスでした。いや、すごいですね。本当にありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これで、最後に入ってくる。うわー、やったね。3人いるか。私は龍だ。最後まで見てくれてとても嬉しい。チャンネル登録はこちらを。見たい動画があったらここをクリックしてくれ。ではさらばだ。